カワイフルコンサートグランド EX 今大修理中です。どんどんと今進めていってまして、外装の傷修理を今入ってます。で、ここのカワイの文字がですね色あせてましてですね、ほとんど目立たなくなってたので一回全部剥がして型を取って、吹き付けをし直しました。なので結構かっこよく復活しましたね。フルコンでかいです。まあ、こんなでかいの一般家庭に入れる人おらんやろって思うかもしれませんが、この間千葉に行った時にピアピットの渡辺社長と話してたんですが、石山さんとか言ってね、社長本当にいい人ですねあの言ってくるんですよ。フルコンってねってプロが買うと思うだろうってホールが買うと思うだろうって違うんだよなって、ピアノが大好きな愛好家そういう方が時間とお金かけてスペースもかけて手に入れるんだよって、そういう方がね家に入れるんだよって言ってました。結構渡辺社長もフルコンとか扱って来られましたけど、だいたい普通の人が買っていただいてましたね。値段はそこそこしますが、それでもやっぱり一生に一回ね自分の夢のフルコンを手に入れたい方がいらっしゃるみたいですね。まあそう言っててもピアノの先生が買うかもしれないし、コンサートホールで入れあの買う形になるかもしれません。それは分かりませんが、せっかくね今ここにあるので、ぜひ弾きに来てください。まあ強烈ですね、EX です。やっぱりフルコンの音といえば重低音ですね。強烈ですね、この重低音、中音の包み込むようなよく伸びる高音、まあ、言うことないです。はい、河合の EX 欲しい方、京都まで見に来てください。それでは、さよなら。